Welcome back to my channel. It's I. 皆さんこんばんは。はい、今日実はこの動画ちょっと急遽撮ることにしたんですけど、今日ですね、11月25日なんですが、さっき本当数時間前ぐらいにちょっとアップされていた動画があってですね、リップスという美容室と、あとハロプロダンス部のメンバーがですね、コラボして CM ができたんですよ。イエーイ。それが YouTube で流れていましたので、今日はね、それを今から見ていきたいと思います。見ようかなと思って、実は10秒ぐらいは再生したんですけど、すぐ止めて今日はこれ動画に収めようと思ってファーストリアクションを撮りたいと思います。ハロープロジェクトの中から、ダンスが上手な子、ダンスが大好きな子を選抜したのがハロープロダンス部なんですけど、ですね、モーニング娘。の石田あゆみちゃん、加賀楓ちゃん、そしてアンジュルムの佐々木梨花子ちゃん、ジュースジュースの稲葉真香ちゃん、椿ファクトリーの秋山真央ちゃん、そしてビヨーンズの平井美桜ちゃん、この6人が出演しております。はい、ということで私の推しも出ているということで、これはね、見ないわけにはいかないんですよ。では早速見ていきたいと思います。スタート。かっこいいわ。どこなんでしょうか、これは。みおちゃん、これがこのオイルが多分ね、このコラボ商品のですね。メイクも素敵。かっこいい。リカ子がセンターです。みおちゃんおしゃれ。衣装最高よね。マナカン登場、リカ子。誰？マオピン。カエリとあゆみもいましたね。かっこいい。はあ、かわいい。まなかんかわいい。音楽もいいですね。あゆみん、ちょっと雰囲気が変わりましたよ。結構いろんな場所で撮ってますね。うー、かっこいい。もうめちゃくちゃかっこよかったんですけど、かわいかった、かっこよかった。いや、最高、素晴らしい。ダンス部ね、いいですね。やっぱこのミュージックビデオ作りがすごくおしゃれで、あとみんなの衣装、ヘアメイク、まあね、もちろん美容室のとのコラボなので、おしゃれで当然かもしれないけれど、めちゃくちゃおしゃれで、割とみおちゃんが出だしからフィーチャーされている感じで始まって、ダンスシーンは結構やっぱりリカ子がセンターにいることが多いような感じでしたね。いや、もちろんね、6人とも全員かっこよくて、しっかりこう個々の見せ場があって素敵でした。なんか全員がこう前から歩いてくるシーンだとか、あとはカメラをこう一発撮りみたいな感じで回してる間に、こっちから一人、こっちから一人みたいな感じでこう出てきて、やってるのがすごいかっこよかったですね。やっぱりダンスは言わずもがなですし、あとダンスシーン以外でも結構なんかちょっと可愛らしい表情も映されていたりして、めっちゃ可愛かった。私はこのダンス部、ハロプロダンス部、リカ子を筆頭にみんな大好きなメンバーたちなので、
すごくこうやってちょっとこう外でもフィーチャーされる仕事があってとっても嬉しく思います。またこういうのが増えていったらいいなと思っています。あとは私まだ見れていないんですけど、インスタグラムで個人個人のメンバーにもっとフォーカスした個人バージョンの動画も載っているそうなので、私もこれから全員分見ようと思うんですけど、皆さんそちらもよかったら見てみてください。ではまた次の動画でお会いしましょうね。バイバイ、 See you.